左から、サボイアハク・アメデオ6世、アラゴン王ペドロ4世、ジュネーブハクエイモン3世、サボイア十字軍は、アレクサンドリア十字軍に先立ついくつかの計画を、1366年から1367年に、かけて実現したものである。この十字軍は、東欧のオスマン帝国に対するものであり、ローマ教皇ウルバヌス6世が発案して、サボイアハク・アメデオ6世が指揮を取った。 本来は、ハンガリー王国と東ローマ帝国と共闘して行うはずであったが、十字軍は攻撃の対象を第二次ブルガリア帝国に変えた。東ローマ帝国に譲渡されるべき同地での戦果は、わずかなものであった。また、ガリポリ付近のオスマン帝国に対する戦果もわずかで、あった。オスマンに比べて、ブルガリアには、あまり多大な注意を払っていなかったことから、 歴史家のニコライ・ヨルガは、この遠征は十字軍と同類のものではなくて突飛な行動に近いと論じている。その一方で、オスカル・ハレスキーによれば、十字軍によるガリポリ占領は、キリスト教徒によるヨーロッパを守るための闘争において最初に達成された成功であり、それと同時に14世紀全体を通して、トルコに対する最後の偉大な勝利である。 1363年3月31日の、聖金曜日に、アビニョン教皇庁において、フランスのジャン2世全領王と、キプロス国王ピエール1世は聖地へ赴くという十字軍の誓いを立て、ローマ教皇ウルバヌス五世から、誓いの印として、自身の衣服に縫い込むための十字の印を授かった。これが、サボイア十字軍の始まりであるが、ジャン2世は、 個人的に自らの誓いを勧告せず、ピエール一世は、結局のところは、サボヤ博の遠征に加わることはなかった。後者は、自らの十字軍の先制を立てなかった。また、ウルバノス五世以前の1364年1月19日まで、頃に、地方のマグナートによる会議が、アビニョンで開かれており、自由同盟による襲撃に対する同盟が、形成されていた。 このことが、サボヤ博のアメデオ六世紀を喰い博に黄金の薔薇を授けた確実な理由であり、アメデオ六世は自身が初期に創設して消滅したであろう。黒鳥騎士団に代わるセイアヌンツヤータ騎士団を創設した。セイアヌンツヤータ騎士団の本来の担任は、アメデオ六世の家臣や関係者が当てられており、おそらくは騎士団員全員が、 アメデオ六世の十字軍に追随する誓いを立てた。ただし、そのうちの二人は健康上の理由により、東方へ行くことはできなかった。騎士団は十字軍のように、聖母マリアに捧げた。十字軍が出発する期日は1365年3月1日に決めたが、教皇はピエール一世とアメデオ六世が早期に出立することを期待していた。期日の日には誰も来なかったが、 ピエール一世は6月27日にアレクサンドリアへの十字軍に向けてベネツィアを立ったサボイア十字軍時の分断された第二次ブルガリア帝国1363年5月1日にウルバノス五世はハンガリーのライオシュ一世騎士王にオスマン帝国に対する十字軍を訴えライオシュ一世は1364年から1365年の冬にかけて オスマン帝国によるヨーロッパ侵攻に対する主要な防備を固めるための軍備を整えた。1365年のベネツィアからの報告によると、10層のガレー船がラヨシュ一世のためにプロバンスにかき集められ、ラヨシュ一世はザラとダルマチアに支援を求める発行をした。春にラヨシュ一世はオスマン領ヨーロッパよりもブルガリア皇帝。 イヴァン・アレクサンダルの次男にあたるイヴァン・スラツィミルが、統治するブルガリア北部に侵攻し、ビディンを占領して、スラツミルを捕虜として、ハンガリーに送った。1366年に、アメデオ6世と共同して、オスマン帝国を攻撃するというラヨシュ1世の遠征は、このようにして完了した。1364年4月1日に、ウルバノス5世は、アメデオ6世による、 遠征のための様々な新たな収入源を与えるため、一連の七つの直所を出すなどして多大な努力を払った。盗み、略奪な思考裏といった被害者に戻ることのない、不正な手段で得られた収益はすべて没収されて、十字軍のための次の六年間に使われた。その上、この先十二年間及び次の六年間、 サボイア博国とその属国におけるこれまで使われることのなかったすべての遺産、贈り物、没収品、上質品、償い品は、プロディクトパッサニオイテールサンクテサブシリオ、聖地及びそのための戦いに向かう者に寄贈され、与えられ、徴税されることが、アメデオ6世の遠征のために割り当てられることになった。最終的に、自身が旅路に出る許可を得た司祭を除いた教会が、 十分の一税をサボイア十字軍のために払った。1366年の初頭にアメデオ六世はサボイアにて自軍を召集した。軍の半数以上がサボイア家に仕える代々の風神であり、その家系のほとんどが白国を代表するものであった。アメデオ六世のイボ兄弟であるオッチェロ同じくイボ兄弟であるウンベルトの息子でおいにあたるウンベルトも加わった。 ピエモンテ領主、ジャコモの弟であるアイモーネとアントニオという名の、アメデオ6世の二人の諸子も加わった。十字軍の中には、イングランドの騎士であるリチャード・ミューサルド、アメデオ6世のいとこであるギオーム・ド・グランソン、ジュネーブ・ハク・アメデ3世の後継者である、エーモン3世、ルイ・ド・ボージュ、アントワーヌ・ド・ボージュの代理である、アロアニエ教がいた。この時点までに十字軍は、ベネツィアに到着しており、 ガスパールド・モンマユール元帥の監督のもとで3つの軍団に組織化された。第1軍は、アメデオ・ロクセイ、ガスパール、エマールド・クレルモン、ギート・ジャンド・ビエンヌの兄弟が指揮し、第2軍は、エティエンヌ・ドラ、ボーム、バセット教、サンタモール教が指揮し、最大の兵力を誇る、第3軍通称、大軍団は、ギオーム・ド・グランソン、アンテルム・ドゥティエレ、フロリモンド・レパール及び、 白尺の関係者が指揮した。アレクサンドリア十字軍がイスラム諸国との商業関係に損害を与える事態を見たベネツィア共和国はこの十字軍計画への参加あるいは彼らに対する東方域の物質輸送の供給をためらう姿勢を取った。1365年春にウルバノス六世によって発せられた手紙はベネツィアを納得させるには至らなかったがアメデオ6世の使者は アメデオが要求した5層のガレー船と2層のフステのうち2層のガレー船の約束を取り付けた。十字軍の立案者であるウールバンはジェノバ及びマルセイユと交渉して船を確保したものの、神聖ローマ皇帝カール4世から得た東方遠征の物質輸送の約束は履行されることはなかった。自由共同体から多数の商人が十字軍に参加してトゥールニュにて、 アルノードセルボールのもとに結集はしたものの、1366年5月26日に彼がマコン付近にて暗殺されるや遠征に参加するのを止めた。1366年1月3日、ルブルジェディュラックで出発の準備をしていたアメデオ6世は妻ボンヌ・ドブルボンに7人、あるいは少なくとも2人の家診断による助言を常に 受けながら、夫の不在中の折衝を命じた。おそらく遅延への抗議か、あるいは聖地ではない目的地を提案されたためか、ウルバノス6世は1月6日に自身が1364年4月1日に発行した直所を取り消し、十字軍創立の原因は消滅した。にもかかわらず、アメデオ6世は、アビニョに抗議に赴いて、表面上は、教皇から、 自身の遠征に対する祝福を受けたものの、直所は撤回されたままだった。アメデオ六6世は、バイオジオウルリマリーノに対する一般税の支払いを、強要されたが、この税は1368年までには集まらず、海上輸送の経費は、リヨンのいくつかの銀行から1万フローリンの借金、及び家族銀の仕入れで間に合わせた。2月8日に、アメデオ六世は、ベネツヤに向けて出港した。 2月15日までに、リーボリに到着し、3月半ばまでは、義兄弟であるミラノの選手がアレアッツォ2世イビスコンティが、ここで進路を変えて5月後半に、パビアに戻るまでの間、サンジャンドモーリエンヌを訪れて、自身の老い、ジャンガレアッツォビスコンティの息子、ジャンガレアッツォ2世イの先例の大父を務めた。この時、ジャンガレ、オの母で、アメレオ6世イの姉妹であるビアンカは、 軍資金を寄贈し、義兄弟のガレアッツオニセイは2万5千フリーリンの資金と、自身の諸子チェーザーレ指揮下の25人の重機兵600人の傭兵16人の馬の世話人を対応し、後者の費用は最初の半年間はガレアッツオニセイが捻出した。エティエンヌドラ、ゴーム指揮する十字軍の半数は、サンジャンドモーリエンヌからジェノバに移動し、待機していた船に乗り込んで、 ベネツィアに向かった。アメデオ6世指揮下の残りの十字軍は、6月1日にパドバに向かい、同志を支配するカルダレシケからベネツィアで使うための宮殿の申し出を受けた。6月8日にアメデオ6世とその主力軍は、ベネツィアに到着し、同志の住民から十字軍は聖地に向かわなかったことを知らされ、テネドスのジェノバからの奪還という条件付きで、 船と兵士を含むより多くの援助の申し出を受けた。十字軍を乗せた船は6月21日頃に出発した。艦隊はプーラ、ラグーサ、ケルキラ島に寄りながらダルマチア沿岸部を航行して最終的にはベネツヤ支配下の頃に着いた。同地にてアメデオ6世はブルボンコールイ1世の娘で自身のヒボンヌのおばであるマーリーが自身が保有する。 ピロス城に、ターラント公、フィリッポ二世の代理人である、パトラ司教アンゲロースによって包囲されていることを知った。フィリッポ二世は、アカイア公国の所有権をめぐって、ターラント公、ロベルトのママ子であるユーグドリュジニャンの実母かつ、代理人でもあるマリーと争っており、アンゲロースは、フィリッポ二世の代理人として、マリーの領地を奪取したのである。 マリー・ユーグ・ボシは1366年初頭に、プロバンスとキープロスから傭兵を招集して、アカイア広告の返還を要求し始めた。交渉中に、マリーの居城であるピロス城にて、ギヨーム・ド・タレイが、フィリッポ2世の大官であるシモンド・ポッチを捕らえて、地下牢に投獄した。アメデオ6世が到着するまでに、アンゲロースの犯行が、マリー・ボシをピロス城へと窮地に追いやっていた。 アメデオーロクセイは仲裁を求められていた。アメデオーロクセイはマリーにパドラ以下のいくつかの要求を放棄させ、アンゲロースの方には自軍を赤ヤ南部から撤退させて、マリーの領地から平和的に立ち去させることを決定した。危機に陥った乙女が救い出されて、教会の権利が守られると、アメデオーロクセイは船に戻った。アメデオ六世のが冷の艦長であるアンテルム。 ドゥテーレ率いるベネツィア艦隊は、コロニーにて、エテイエンヌドラ・ボーム帝督率いる14層のジェノバ艦隊と合流した。十字軍は、ブレス、ホシニー、サボヤと地域ごとに分けられて、ガレー船に乗せられた。全艦隊は互いに見える範囲で航行し、アメデオ6世紀の乗船する船の先頭に立って、航行する船はなかった。これに違反する指揮官は罰せられるよう、 命令が出されていたからである。互いの船の意思融通のため、昼は旗で、夜は明かりによる合図が示された。攻撃の時には、アメデオ六世の船から、ラッパの合図が鳴らされた。航海全体は、アメデオ六世の下で厳格なものであった。艦隊は、コロニから、イドラ島のアギオスギオルギオースに進んでそこから、ハルキス、最終的に、エビピロスに向かい、 最後に止まったのが、オスマンの領域に入る前であった。ここで十字軍は綺麗な水を購入し、雨でデオく世の寺であるギーアルバンは一種の、複通剤である先洗いプロスタマッコを購入した。十字軍は、東ローマ皇帝ヨハネス五世、パレオロゴスの助力になることを望んだものの、ローマ教皇の方は十字軍に、 ヨハネス五世の信仰をキリシャ正教会からカトリックに改修させることを望んでいた。教皇はそうすることで皇帝を自身の創始下に置こうとしたのである。それでもやはり十字軍は東ローマ帝国をオスマン帝国の圧迫から解放させることに努めた。十字軍はまたラヨシュ一世からの支援を期待していたもののブルガリア地区で、 アメデオ6世に仕える二人の重卒が、ラヨシュ1世からの支援のすべてであった。1366年の春に、ヨハネス5世は、ラヨシュ1世から軍事的支援を得るために、ハンガリーの宮廷に赴いて、自身と息子が代表して、カトリック教会へ改修することを誓った。6月1日に、ウルバノス6世は、ラヨシュ1世に十字軍の直所を授けたが、7月22日の、 手紙では一年一ヶ月前に授けた特権を取り消した。ヨハネス世・ゴセイはブルガリア経由で帰国の途に着いたが同地でかつての同盟者たちに襲撃された。罠にはめられたことを悟ったヨハネス世は・ゴセイはブルガリア軍によって東国あるいは包囲されてしまい東ローマに帰国することができなくなった。その東ローマではブルガリア王女キラザ・マリアと結婚した。 アンドロニコス4世、パレオロゴスが、統治権を握っていた。ヨハネス5世の母アンナは、アメデオ6世の父アイモーネの姉妹であったことから、アメデオ6世とヨハネス5世とはいとこの関係であった。ブルガリア情勢とヨーロッパにおける、オスマン帝国の立場を知らされると、アメデオ6世は艦隊を、ダーダネルス海峡に導き、そこで、ヨハネス5世の義理の息子である、デスポスコを フランチェスコ一世がアッティル氏を率いる召喚隊と合流した。また、サボイアの年代記の伝えるところによれば、十字軍にはコンスタンティノープル総主教を率いる東、ローマ帝国軍の文献隊も加わった。これらの今後十字軍は8月22日にオスマン帝国のヨーロッパにおける2番目の都市であるガリポリへの攻撃を開始した。十字軍は城壁を攻撃しつつ、 町を包囲したが、オスマン軍は夜間にガリポリを放棄し、同市の住民は翌朝、十字軍のために町の扉を開いた。この短い総話に関する情報源は限られた光しか放っていない。アメデオ6世の記録によると以下のことが知られている。町と要塞の両方が8月26日までにサボイア十字軍が掌握するところとなり、 それぞれの守備隊都市機関が任命され、ジャコモディル・セルナが町を、アイモーネ・ミハエレが要塞を担当することとなり、両人は単にガリポリを守備するにとどまらず、海峡の出入りも警備もすることとなった。8月27日に、アメデオ6世による、異教とトルコ人に対する最初で最も有名な、勝利の知らせを伝えるための使者が、西欧世界に送られた。年代記は、 オスマン軍が退いたことによる迅速な成功を説明してはいるが、同時に9月12日にコンスタンティノープルのベヨグルにてガリポリ攻撃で戦死した自身の重卒のために葬儀の準備をしたことも知られている。シモン・ド・サンダムール、ローラン・ド・ベシーのコラル島の両騎手は殺害されており、アメデオ六世の会計係であるアントワー・ヌ・バルビエは葬儀のために18のコラル島の一生。 オービタエスカシシャンを購入し、また81のロウソクの松明と施し物が、サボイア出身のギラルド・マレシャル及び、ボードは出身のジャン・ディベルドンのために支払われた。当初、マルマラ海に吹いた大嵐が十字軍の残存部隊が、ガリポリを出発するのを妨げたが、9月4日までに、海を渡って、コンスタンティノープルにたどり着いた。艦隊は、ベヨグルにつき、大多数のものは、 同志のジェノバ人地区に滞在したが、何人かの者は、ガラタのボルゴでベネチスで宿泊した。アメデオ六世自身は家を購入したが、家具は自身で備え付けなければならなかった。家具と葬儀の費用に加えて、アメデオ六世は、自身の通訳を務めたパウロに3ヶ月分の給料を支払わなければならなかった。ブルガリアへの遠征図。アメデオ六世は、コンスタンティノープルから、明らかに、 ビディンにいるであろう、ヨハネス五世のもとに使者を送った。ヨハネス五世は、自身が自由の身になって、コンスタンティノープルに帰還できる、よう、武力干渉を求めているようだった。コーヒヘレナは、アメデオ六世に、ブルガリア遠征のための資金と兵力を提供した。しかし、アメデオ六世は、教皇からブルガリアを攻撃する許可を得ていなかった。相手のキリスト教徒がたとえ分離者であってもである。 10月4日にアメデオ6世はコンスタンティノープルを後にして艦隊をブルガリア国会沿岸沿いに北上させた。2日間かけて艦隊はドルフェナールの港へ、それから以前は長期にわたって東ローマ帝国が掌握していたものの、今やブルガリアの領有が明らかであるソゾポルに到着した。戦闘は起きず、町は放棄されたのか、あるいは十字軍が町を迂回したのか明らかではない。 10月17日から19日にかけて、ソゾポルにて、アメデオ6世は、自身が払った犠牲の報告を見せつけられたものの、単に町の城壁の外側で、野営していただけだったのかもしれない。もっとも、ブルガスを占領したのかもしれない。10月20日にネセバルの町と要塞を占領した。この際に激しい抵抗にあったため、多くの騎士や獣士が戦死した。ネセバル市民は、 剣でもって殺害され、女子供とも家ども許されず、町は略奪された。次に、ポモリエを、さらに、マクロポリスとスカフィナを占領し、十字軍は、ブルガリア湾を掌握した。ブルガリアの沿岸地域、現在のドブロジャは当時、ブルガリア帝国の辺境伯であるドブロティツァが支配する、反独立国家ドブロジャ先生公国であり、その首都は、以前に、死教座が置かれていたバルナであった。 10月25日に十字軍は、バルナの前に到着し、市民に使者を送って、町の明け渡しを求めた。バルナ市民はこれを、拒絶はしたが、死者を、テートベリコタルノボにいるツアールイヴァン・シシュマンのもとに、伝令を使わして、ヨハネス五世を釈放するよう求める約束をした。しかしこの時、イヴァン・シシュマンは、ィンを有してはおらず、同地は兄弟であるイヴァン・スラチミルが有していた。 しばらくして、バルナ市民、自らの取り決めが有利になるように、アメデオ6世は、エモナエミネ岬の要塞、さらには、南部の沿岸地帯を、攻撃占領した。これらの地域の降伏後に、エモナ市民は、反乱を起こしたものの、粉砕された。アメデオ6世は、占領区に駐屯を設置して、バルナに帰還した。バルナと、アメデオ6世との急戦をめぐる取り決めが、 ずるずると長引いたことで、若い十字軍の一団は夜間に、会場から小さい城であるカロカストレを、ダッシュしようと試みたもの、壁をよじ登ろうとしたところを守備隊に見つかって、皆殺しにされた。カロカストレ独自の行動としての否認の意思表示にも、かかわらず、アメデオ六世は報復の遠征を行い、道場の市民を皆殺しにした。ブルガリアとの交渉は月半ばまで継続され、 おそらくは、イヴァン・シシュマンの強い要求により、アメデオ6世は11月18日前に、バルナの方位を解いて、エモナに中東軍を残して、ネセバルに撤退した。12月23日に、イヴァン・シシュマンは、アメデオ6世に対して、ヨハネス5世は、ビディンからドブロジャ先生広国の領域にある、カリアクラに行くことを許されたことを伝えた。アメデオ6世は、カリからに、 ヨハネス五世を出迎えるための一団を派遣して、そこで待機させる一方で、自身はネセバルにて、徹底的にあらゆる種類の税金を絞り取るという、統治を行いながら、冬を過ごした。1367年1月初頭、雨でオロクは湾を横断して、ソゾポリスの自衛に戻った。ヨハネス五世は、仮リからに泊まることなく、最終的に、 ソゾポリスへ1月28日に到着した。1月後半、内市2月初頭にエモナの市民が反乱を起こした。おそらくコンスタンティノープルに帰還した後の3月15日に、ヨハネス5世は、アメデオ6世に対し、アメデオ6世が征服した、ブルガリアの諸都市を受け取るのと引き換えに、その遠征費用を負担することを約束した。アメデオ6世は、ブルガリアに、 予習のみになっている、自軍兵士の釈放も、目的とした出発のための最終準備を、監督するため、ネセバルに向かった。4月9日までに、すべての課題が成し遂げられると、十字軍は、コンスタンティノープルへ帰還した。サボイヤ年代記はこの時の様子を、以下のように記す。アメデオー世は、オスマン帝国に対する戦闘をなおも企てていた。ものの、その意義は、 ガリポリを占領したことで著しく低下していた。にもかかわらず、アメデオ六6世は5月14日に、マルモア北岸のオスマン領であるエネアソシア城に存在し、ギリシャの歴史家であるヨハネス6世カンタクゼノスが、レギウム付近の要塞、と伝えるを占領した。戦闘中にサボイアの一兵士が、塔の頂点にサボイア軍旗を掲げる栄誉を受けた。同月にアメデオ六6世は、 ソゾポリをオスマンの襲撃から守備するために北方にかけていかねばならなかった。5月24日頃に十字軍はカロネーロと呼ばれるオスマンの要塞に火をつけたがおそらくは東ローマ帝国がブエクセクメセェを破壊したことの意思表示だと思われる。4月から5月にかけての十字軍の主な関心は帰りの航海のために選手に払う資金を集めることであった。 サンタマリア・ノベラ教会のスペイン礼拝堂でアントニオ・ダ・ボナイウト作の十字軍としてのアメディオ六世を描いたフィレンツェ派のフレスコがアメディオ六世はコンスタンティノープルでの自身の残された時間を東西教会の分裂解決の交渉に費やしたものの不毛な結果に終わったまたガリポリにおいてコンスタンティノープルラテン主教パオロディテベを擁立はしたものの コンスタンティノープルのギリシャ人に敬意を払わなかったことからパオロは1367年6月9日にコンスタンティノープル発の船に乗って十字軍と共にイタリアへ帰国したアメデオ6世は家臣のジョバンニ・ディコンテがペラで購入した新たなガレー船に乗って航海した6月13日から14日に十字軍はガリポリに到着してそこでアメデオ6世は 中東軍を訪れ、町と要塞を東ローマ帝国へ譲渡した。6月16日まで艦隊はテネドスに到着した。6月20日から22日までの間はカルキスにて停戦し、そこでアメレオ6世は4枚のペルペリ金貨をアテネ公国の副主教ロヘリオドルリアに仕える二人の銀融詩人に支払った。二人の銀融詩人は、 今宵はここに泊まって楽しむようにとの主人の挨拶状をお届けに来たのである。カルキスにおいて多くの十字軍兵士がキプロスへ向かい、真の異教徒と戦う機会を与えることを約束し、その一方で兄弟である分離派と戦わずに済むようなピエール一世の下で戦った。帰還する方の十字軍はメトニとグラレンツァで泊まり、7月10日にコルフに到着した。 ドゥブロブニクで泊まった一週間後の7月29日に十字軍はベネツィアに着いた。それに先立って十字軍の勝利の知らせはベネツィアに届いていた。アメデヨオロ世はベネツィアのカラレシ総督府に5週間滞在して、負債の支払い、教会への感謝の贈り物の献上、バルトロメオミハエリスからの8872。 ドゥカート及びフェデリーココルナロからの1346ドゥカートのより多くの借還引き出しを済ませた。この時に、いくつかの祭りに参加するため、8月23日から26日の短期間トレビーゾを訪れているが、何のためなのかは明らかではない。制約を果たすため、アメデオ6世は、ヨハネス5世の使者をローマに送ることが求められていた。アメデオ6世は9月18日に、 パビアに到着し、そこで自分の手荷物であるポーワの水が運び込まれるのと、ローマ巡業の資金となるサボイアからの自身の財産の至るするのを待った。9月25日にピサに向けて旅立ち、そこからビテルボにてウルバノス六世と会見して、東ローマ帝国の使者を引き渡した。その後もウルバノス六世に随行してローマまで行き、 ウルバノス6世は10月12日におこそかにローマに入場したが、これは1305年以降で、初めての教皇のローマ入りであった。アメデヨオ6世は2週間ほどローマに滞在して、ペルージャ、フィレンツェ、パビア、パルマ、フィデンツァ及びカステルサン・ジョバンニを経て、クリスマス前にシャンベリに帰還した。ベネツヤ、ローマそしてサボイアに至る皇帝の至るところで、 アメデオ6世は十字軍の勝利者として敬意を受けた。アメデオ6世はエモナに所長詞アントニオとわずかな守備隊を残して帰国した。サボヤ年代記、ジャンセルビオン、ジャンドロンカバレによれば、住民はサボヤ中東軍を親切さを装いつつ待ち伏せがいるところまで導くことで欺き、その結果アントニオは捕らえられた。アントニオはブルガリアで囚人として、 死ぬまで惨めな状況に置かれたと思われる。しかしこの報告は初期の資料では裏付けが取れてはいない。確かに言えることはエモナがブルガリア人によって失われ、アメデオ6世の十字軍以降のいかなる財政報告でもアントニオには言及されていないということである。ガリポリの方は幾度かのオスマン帝国の襲撃に ヨハネス5世とその息子アンドロニコス4世による3年間の内戦の後にアンドロニコス4世は自らへの支援の代償としてガリポリをオスマン帝国に譲渡した。こうしてガリポリは十字軍による占領から10年経った1376年から翌年の冬にスルタン村と一斉によって占領された。ありがとうございます。